永禄4年秋、上杉謙信公の率いる軍勢は越後より南下、信濃武田領へと進攻した。謙信公が善光寺に本陣を構える一方、我が父真田昌幸が仕える武田信玄公は海津城に着陣、睨み合いを続ける。やがて静寂を破り、謙信公が動いた。川中島での戦もこれが4度目。あいやつ睨み合いが退屈になったんじゃろう。大げさに動いてみせおったわ。楽しんでおるのう謙信。鉄道隊、謙信が陣取る西条山へ向かいます。軽くつつかば喜んで飛び出してこよう。そこを信玄公を率いる本隊が飲み込む。見事な軍略ですな。なんの遊びじゃよ。真田昌幸、おことも左近と共に行くがよい。御意。キツツキ戦法破れたり。さすがですね謙信。この戦を左右する要衝河津城を攻めずに西条山に入る。そしてその西条山すらすでに捨てているなど、甲斐の虎といえど夢にも思わぬことでしょう。西条山を狙った武田の別動隊は空振りに終わり、のこのこ出てきた本隊を我らが仕留める。これぞ神の軍略。毘沙門天の加護沢乱、早っ。剣士いつ来い。いえ、謙信が唯一宿敵と認めるあの者のもとへ向かったのでしょう。我が弟ながら世話の焼けること。全軍車がかりの陣を代わる代わる敵中に切り込み、間断なく攻めかけなさい。はいや。義は我らにあり。謙信公御前に続け。はあ。てよか。まんまとしてやられたよ謙信。乱に乗じて攻めてくるとは思っとったが、まさか大将が短期で本陣に現れようとは。楽しませてくれる。遊びは終わりだ宿敵。親方様。遅れて申し訳ありません。別動隊西条さんより戻りました。いやいや、思ったより早くて命拾いしたよ。正幸殿の検索のおかげです。いち早く敵の動きに気づいてくれましたので、待ちぼうけをせずに済みました。おお、さすがは真田幸隆のせがれよな。恐れ入ります。それじゃあ反撃開始。竜退治と洒落込もうかね。謙信迂闊ですよ姉上。覇者謙信蛇を破り、日の本に正しきを表す。それが上杉の法。乱世の蛇を払うまで謙信、あなたに果てることは許されぬのです。は、姉上。この謙信必ずや。軍神兄弟が怖い顔でこちらを見とるよ。この状況、何が上策かの正幸。触らぬ神にたたりなしか。その通りじゃ。無理をするところではない。全軍退却じゃ。
逃がしはせん。名古屋兼継水産義の勝利をここに。闘争を続けん剣士。こりゃ見事に包囲されちゃったね。ちぇ、あんな化け物めいた敵とまともにやり合ってたらどんだけ被害が出るか分かりませんよ。信玄君、ここは俺に任せて引いてください。ならんよ。とどまっては無駄に命を散らすようなもの。そうは言ってもこのまま何もしなきゃ全滅だ。誰かがやらなきゃならんでしょう。ではこの正幸も残ろう。いや、あんたは武田の家臣だ。主君を守るのが役目でしょう。死ぬなら客商の俺が先だ。そこ、さあ行ってください。化け物が目をギラつかせてお待ちかねだ。ん、左近、死ぬでないぞ。さて試合うとしましょうか。でもただではありませんよ。俺は腕っぷしも立つ男なんでね。親方様、こちらです。峠を越えれば味方と合流できましょう。共回りもだいぶ減ってしまったな。この戦、どれだけの者が命を失ったことか。被害は甚大。あの様子では討ち死にした将も少なくはないかと。全てはわしの責任よ。戦に興じ軍略に溺れたがゆえに左近を見捨て多くの将兵を死なせてしもうた。嘆いている暇はございませぬ。すぐ追っ手がやってきましょう。お急ぎあれ。気丈じゃな、正幸。そうじゃな、武田の当主たるわしが弱音を吐いてちゃ必死に戦っておる家臣たちに格好つかないよ。見苦しいところ見せちゃったかね。いえ、親方様のご心中お察しいたします。偉いお方とお見受けしました。お命ちょうだい。くせ者。おなご、なぜこのようなところに。落ち武者狩りにございましょう。それにこの者、忍びの技に心得がある様子。始末いたしましょうか。待て、せずともよい。おこと、名は何とい。あの、その…うわ。何もせぬよ。おことの名、教えてくれんかね。はい、名はありません。あの、昔からないんで。うん、みなしごか。ではその忍びの技、どこで身につけた。生きるために必要だからって教えてくれる人がいるんです。ほら、お守りまでくれて。お守り、見せてみよう。これは銭だな。一文銭が六枚。これは三途の川の渡し賃か。六文銭、いつ死んでもよいということか。どこぞの忍びにでも拾われ、都合よく使われているのでございましょうな。うん、正幸よ、わしは決めたよ。は？わし、この者を連れて帰るよ。何をお考えで。どうじゃ、武田に仕えてみぬか。私がですか。親方様、我らが今置かれている状況をお考えくだされ。忠臣たるおことが何を言いたいのかわからぬでもないが、ここはわしの顔に免じて見逃してくれっかね。なりませぬ。今は一刻も早く無事に甲斐に戻ることこそ肝要。
怪しげなものをそばに置くなど、もってのほかでございますぞ。あの私。嘆かしいと思わんか。このような幼き娘が戦場で命を張らねばならぬこの乱世を。はい、ですが今は情に流されては乱世を生きられぬ。それは分かっておる。しかし大切な者たちを失って平然としていられるほどわしは強くはない。ここでまた女王を捨てた行いを重ねること、わしには耐えられぬ。親方様、されど許せ。わしとて人の子よ。は、これ以上は申しますまい。やっと追いついた。どうやら無事のようですね。左近、左近、まさかあの中は。こう見えて腕っぷしも悪運も強い方でしたね。よくぞ生きて帰った。礼を言わせてくれんかい。いやいや、俺は必死に逃げ出してきただけですよ。そんなことないよ。おことが生きてくれたおかげでわしも明日を生きられるというものじゃ。よくわかりませんが、ま、そう言ってもらえると生き延びた甲斐がありましたね。命の火を消すばかりが戦ではない。人を生かすためにこそ戦はせねばならぬ。それが分かっただけでもこの負け戦意味があったよ。うん。でこちらの娘さんはどなたですかい？おう、忘れとった。正幸、この娘おことに預ける。は？今何と仰せで？わしは戦場に戻って謙信に一泡吹かせてくれよ。お待ちください。なぜそうなるのでございますか？今戻ればまだ救える命があるやもしれん。それにやられっぱなしじゃ尺じゃろ。後世に信玄川中島の戦にて四度の戦いの末謙信に敗れるなんて伝わっちゃったらかっこ悪いよ。戦にかっこいいも悪いもございません。ご自重くださいませ。わしかっこいいって言いたいんじゃ。なに、心配は無用じゃ。おことの申した通り、生きてこそ亡くなった者たちに報いることができる。わしは必ず生きて戻るよ、おことら、そしてその子のためにな。どれ左近、もう一戦付き合わんかね。軍略の真髄教えちゃうよ。そいつはいい。せめて信玄謙信を善光寺まで押し戻し、川中島の戦は引き分けに終わるってところで収めたいですな。やれやれ、困ったお方だ。だがこれこそが親方様の王道なれば、従うほかはあるまい。とはいえこの小娘をどうしたものか。あの、ごめんなさい。謝らずともよい。困らせてくれるのは親方様やお前に限った話ではないからな。ごめんなさい、父上。わきまえよ、雪村。父上はご出陣を控えておられるのだ。それなのに槍の稽古を見てくれだの、馬の乗り方を教えろだのと無理に決まっているではないか。父
上を困らせるようなことを申すものではない。ごめんなさい兄上。ところで父上、ずいぶん前に私に囲碁を教えていただけると約束していただいたはず。まずは私に囲碁を教えください。兄上、私も囲碁を習いとうございます。お前にはまだ早い。私が先に覚えて、いずれお前にも教えてやる。それでよろしいですよね父上。父上、兄上、私も一緒に習いたいのです。難題を押し付けてくるのは誰も彼も同じこと。しかしそれも皆が生きておればこそか。はい。いいだろう、お前は生きろ。そしてもっと皆を困らせるがいい。それが武田、そして真田の生きた証ともなろう。これから里に連れて行くが、そこに私の息子たちがいる。仲良くしてやってくれ。それとこれは預かっておくぞ。お守り。六文銭は死を覚悟してことに臨むときに必要なもの。今のお前には不要であろう。これから真田の一族となるのだから。その後、武田軍は巻き返し、上杉軍を善光寺まで押し戻した。両軍多くの損害を出し、第四次川中島の戦いは引き分けで幕を閉じ、そして真田には一人の少女が加わった。父上は彼女を弟雪村の忍びとし、私もそれに異論は唱えなかった。今は私が弟を守ってやれる。だがもしそれができなくなる日が来たら、そんな時に弟のそばにいてくれる者がいればいいと願ったのだ。そしてその判断は間違っていなかったのだが、今の私には知る由もなかった。